私、こちらの銀座蔦屋書店のフロアの中にございますアートギャラリーザ・クラブでマネージングディレクターを務めております山下と申します。本日、アートのトークショー、そしてこの後続きます、フィルムスクリーニングイベントに、かけて司会を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。さて、本日は、7月14日、昨日から、ザ・クラブアートギャラリーで始まりました新しい展覧会ディフェイスメントのオープニングイベントといたしまして、今回こちらの、展覧会を、ゲストキュレーターとしてキュレーションしていただきました、アマンダ・シュミット、私の隣に座っております。彼女をニューヨークから、招きいたしまして、トークショーをさせていただきます。トークショーでは、アート業界の、裏側といったようなお話を中心にさせていただきたいと思います。また、この後、映画批評家の金子優さんをお招きさせていただきまして、現在竹橋の、近代美術館で開催されておりますゴードン・マタ・クラークを含む、7本のアートフィルムのスクリーニングイベントをさせていただきます。また、本日は、モエ・ヘネシーさんのご協力のもと、ルイナール、ブランドブラン、シャンパンも、皆様にお楽しみいただけますので、暑い中ですので、シャンパンとアートをご一緒にどうぞお楽しみください、それではまず、トークショーを始めさせていただきます、アマンダ・シュミットより簡単にご挨拶をさせていただきたいと思います。 Hello everyone. I wanted to say、I'm very happy to be hereand I wanted to thank the club and Yukako specifically for inviting me to Tokyo to curate this exhibition, Defacement, and also to have the opportunity to bring a group of 12 international artists to this exhibition at the club. ここにいることにとても、喜びを、感じておりまして、今回、クラブで、展示会をする場が、できたということを、とても、ゆかこさんに感謝しているということです。また、今回12人の、日本ではあまり見られることのない、アーティストを、この展覧会で紹介することができてとても嬉しく思います。ちょっと簡単に、皆さんすでにお手元にアマンダ・シュミットのプロフィール、お渡ししているかと思いますが、そもそもアマンダ・シュミット誰って思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うのでご説明させていただきます。アマンダ・シュミットは現在ニューヨークをベースに活躍している若手インディペンデントキュレーターです。彼女は過去に40以上の展覧会を手掛け、現在では、国際的なアートフェアであるアンタイトルドの、ディレクターを務めています。また、最近では昨年2017年の、アメリカの、雑誌タイムズマガジンでパーソン・オブ・ザ・イヤーにも選ばれた非常に注目される、キュレーターです。本当に私の方もアマンダを今回ディフェイスメント展でキュレーターとして、招くことができ、そして、そのキュレーションを通してさまざまな作家さんを日本の皆様にご紹介できる機会をいただけたことを感謝しております。さて今回のイベントは、ディフェイスメント展のオープニングイベントということで開催させていただいております。つきましてはちょっとトークショーの本題に入る前に簡単ではありますが、ディフェイスメントの展覧会について彼女から少し話してもらいたいと思います。 So the exhibition that I've curated is called Defacement. Defacement is the premise, if we really break it down, it's the act of defacing or even sort of demasking.An idea or an image. 今回のディフェイスメントという、言葉ですが、言葉の意味というのは、ある、マスクを剥がしたりすることによってその中に何が隠されているのかというのを、暴いていくという意味があります。 Defacement looks at the idea of destruction or spoiling. What happens when we remove or destroy or vandalize somethingWhat new value is created? またディフェイスメントというのは今回の展示ではあることを壊したりその表面にあるものを取り去ったりすることによって新たな価値がそこからどうやって生み出されていくのかということについて考えていきます。 It's an exhibition that says something that sometimes we're afraid to say. またそのされたものを暴くことによって、普段、恐れているようなことやあまり認めたくないことを明らかにしていくということにも意味があります。
The idea of defacement is inspired by a group of artists called the Situationists, also known as the Situationist International or the Situationist Times. It was a group of radical artists working in Europe in the 1950s and 60s. このディファイスメントのコンセプトは、50年代にシチュアショニストという前衛グループがありましたが、彼らの活動から着想を得ています。 There were many artists who were involved with situationism, but one of the most important artists was a woman named Jacqueline de Jong, who is a Dutch artist. そのシチュアショニストという、メンバーの中に、ジャクリーン・ド・ジョンという、女性アーティストの存在があります。Her involvement or reputation with the Situationists was often overlooked over time, perhaps because she was a woman, but I'm very excited to work with her, and she's just now starting to be recognized. In fact, her first museum exhibition will open at the Stedelijk this winter. 今回、このシチュアショニストのジャクリーン・ド・ジョンという存在は、昔は女性アーティストという意味で、女性アーティストだからということで、あまり注目を浴びていなかったのですが、ここ最近になり、とても注目を浴びており、今回の展示会ではとても重要な作品を発表していて、来年には彼女の回顧展も初めて開催される予定となっています。Another artist included in the exhibition is an American artist named Betty Tompkins. この他に今回の展覧会でとても重要なアーティストのもう一人である Betty Tompkins という女性の作家さんの作品も展示しています。I hope you'll all have the chance, if you haven't already, to visit the exhibition and look at the work of Betty Tompkins. But we are showing a body of work called Women's Words, which I feel is an attempt for her.To reinstate or rewrite, the role of women in art history. この、ベティ・トンプキンスによる作品なんですが、まあ、今回展覧会で作品を展示しておりますが、彼女は、女性としてのアーティストの生きる意味、そしてまた女性とは、何かということを作品を通して、明かしていっています。So, amongst Jacqueline and Betty, there are 12 artists who I feel are making a very brave attempt to sort of say the things that are not being said in contemporary art. その他、全部で12人のアーティストの作品を紹介しているんですが、彼らは、とても、勇敢にも真実を暴き出すというようなことで、という作品を今回は展示しています。ありがとうございます。ではそろそろちょっと今回のトークショーのメインのところであるアート業界の裏側というところに入っていきたいんですが、まあ、今回その裏側というところを照らしていくというようなトークショーをすることについて、まあ、ディフェイスメント、先ほどアマンダの方からお話ししましたが、すでにあるものを破壊して、そして新しい価値を見出していく、もしくは何か隠されているものを暴き出すというようなテーマのキュレーションを行っています。まあ、今回このトークショーを通して、普段は、聞けないような、まあ、建設的な、暴露を含め、そしてそれだけにとどまらず、まあ、今の日本のアート業界を見たときに、これからどういうふうにしていけばもっといい、アート業界になっていくのかというところにつなげてお話をさせていただければと思っております。まず、アート業界というところを少し言葉に出させていただいたんですが、そもそもアート業界って何なんだろう、そして誰がいるのかというところをちょっとお話しさせていただきたいと思います。今日いらしていただいている方の中には、私たちもいつも、顔を拝見させていただいている方、そして初めての方もいらっしゃるんですが、おそらくアートについても本当によくご存知の方、そして、今まさに興味を持っていて、これからもっともっとしていきたいという方もいらっしゃると思います。誰がじゃあアート業界のプレイヤーなのかというところをちょっと簡単に先に私の方からお話しさせていただきます。まあ、まずアート業界も他の、業界と同じように買う人、そして売る人がいて、まあ、売買によって成り立っている業界です。じゃあ誰が買うのかということなんですが、これは本当にまあ今話題を呼んでいるような前澤さんに代表するようなコレクターというような方、そして、美術館もアートを買っています。じゃあその人たちがどこで買うのか
これは、私たちザ・クラブのようなギャラリーであったりアートフェア、そしてオークション会社、オークションハウスですね、といったようなものがあります。そしてここに最近ではオンラインでアートを買えるようなプラットフォームも出てきています。こういったものがメインのプレイヤーになるんですけれども、その他にもそれを支えているような、美術雑誌、アートメディアですね、というのもあります。そして私実は、先月、世界で一番大きいと言われているスイスで開催されますアートバーゼルというアートフェアに行ってまいりました。で今年すごく個人的にも驚いたのが、コレクターの方はもうたくさんいらっしゃるんですが、アートアドバイザーと呼ばれる方が本当に多いことに、驚かされました。日本でギャラリーをやっている身として、このアートアドバイザーっていう方、実は私もなかなか目にしません。ちょっとせっかく本日はニューヨーク、まさにアートの本場である、場所から、来て、くれているので、あなたにアートアドバイザーって何なのっていうことを聞いていきたいと思います。ちょっと今お話しさせていただいたんですけれども、ちなみにこの今日いらっしゃっている方々の中でアートアドバイザーという仕事についてご存知の方、もしくはアートアドバイザーですという方いらっしゃったら手を挙げていただけますでしょうか。アートアドバイザーなんですかですね。 Is he an art advisor? So an art advisor is a very specialized professionThat used to be very rare, but in the recent years has become a very important position within the art world. アートアドバイザーの存在というのは、とても特別なものなんですが、ここ最近、増えてきた、存在となっています。An art advisor is someone who has expertise in the field of contemporary or modern art, who is hired by an art collector to build their collection.アートアドバイザーが何をしているのかというと、彼らはとてもコンテンポラリーアートの知識にとても長けていまして、コレクターがどのようなアートを買っていけばいいのかということをアドバイスという存在です。 For example, the advisor and the collector will speak very carefully to set goals on the collection. For example, a collector might want to buildA collection full of iconic or blue chip artists, or the collector might want to build a collection of younger emerging artists and watch that collection grow over time. 主にどんなアドバイスをするかというと、コレクターが自分の持っているコレクションをどういった方向に持っていきたいかということに関して手助けをしていますが、コレクターがそのブルーチップのコレクションを持っていきたいというような場合とか、あと若手の作家さんの、アートを買っていて若手をサポートするコレクションを作っていきたいかということによって、アドバイスの仕方が変わってきます。 The more art collectors there are, the more opportunities there are for art advisors. コレクターが増えるごとに、アドバイザーも増えていきます。 I was just going to say、Even 20 years ago, it was a very almost non-existent profession, but I would estimate there's anywhere from 5 to 15,000 art advisors worldwide. 現在は、少し前までは全然いなかったんですけれども、今世界的に、人数で言うと大体5000から1万5000人のアドバイザーが活躍していると言われています。まさに、アートアドバイザーというのはこれからアートコレクションを、始めていかれている、行かれる方、もしくはすでに、集めているコレクターの方を手助けし、戦略的にコレクションを形成していくというお手伝いをする職業なんですね。本当に今日本はまさにこの 2,3 年で新しいコレクターの方がどんどん増えてきています。ただアートをコレクションするときにどこで買ったらいいのか、そして何を買ったらいいのかというようなよくご質問を受けるんですが、そういったときに日本でますますこれからアートアドバイザーという存在が重要視されてくるんじゃないでしょうか。ここまでお話しさせていただいていた中で、実はまだ、アマンダ・シュミットインディペンデントキュレーターですと先ほどご紹介させていただいたんですが、彼女の職業って何なんでしょうということをお話ししておりません。
日本でなかなかインディペンデントキュレーターというのは耳なじみのない言葉ですが、ちょっとその彼女の職業、そしてキュレーターというところについてもお話ししてもらいたいと思います。So I'm an independent curator. I'm based in New York. And what curators do is they work directly with artists and put together exhibitions, bringing the exhibitions to either galleries or museums.彼女はニューヨークでしているクリエイターですが、キュレーターが何をするのかというと、まあ、作家さん、アーティストと直接関わって、ある展覧会を、企画するときに、どういった展覧会にして、どの作家さんの作品が一番適しているかということを見極める、まあ、取り決めるというお仕事をしています。It's impossible to know how many artists there are worldwide.And that's the job of a curator, to go out there and to find the artists and to see who they're interested in and then provide opportunities to exhibit that work and introduce it to a new audience. またそのクリエイターの、まあ、役割、大きな役割としては、まあ、数多く存在、アーティストが存在するこの世界で、まあ、実際に、作家さん、作品を見つけ出すということも、重要な役割となっています。Traditionally, a curator will work in a museum, presenting exhibitions for that museum, often working as a team. もともと、キュレーターというのは、まあ、美術館に所属して、各美術館、そのキュレーターのチームがあるわけですが、その彼らがその美術館が、展覧会を、起こすときに、彼らが取り決めをして、美術館のためにお仕事をするというのがもともとの存在でした。However, I'm an independent curator. I work alone, and I travel often for work. So I've curated exhibitions with international artists in cities like London, Paris, Helsinki, Berlin, San Francisco, and now this is my first time in Tokyo.しかし、アマンダさんは、インディペンデントキュレーターとして活躍しているわけなんですが、彼女は特に特定の美術館などに属さないで、まあ、世界各国の、ギャラリー、美術館で、活躍をしています。This is also my first time curating in Asia, and I'm very happy to be here curating a show at the club.But I'm curious to know how many other curators there are in Tokyo.You could have chosen anybody, but you brought me. You mean independent curator? Yes. まあ、今回彼女はアジアで初めてキュレーションを、手掛けてくれています。で、まあ、彼女自身日本に来るのは実は今回ザ・クラブでの展覧会のキュレーションのため初めてなんですね。で、まあ、今日本にじゃあどれぐらいインディペンデントキュレーターっているのっていうふうに聞かれたんですけれども、私が知る限り少ないと思います。で、まあ、このインディペンデントキュレーターという仕事自体が先ほど出てきたアドバイザーと同じように近年新しく出てきている職種の一つだと思うんですね。で、まあ、特に日本というのは美術館自体がやはり、個人の持つプライベート美術館と、まあ、地方自治体が運営する公立の美術館と比べるとまだまだ、個人の美術館が少ないと思います。そうするとやはりそこで働くキュレーター、特に日本では学芸員というふうに呼ばれることが多いと思うんですが、公務員という立場になります。そうするとですね、やはり日本ではなかなかまだ学芸員もしくはキュレーターとして働く、オポチュニティ機会が少ない。そしてそういう人たちが少ないと見られる、展覧会の数、そしてアーティストもしくはアートの数も、少ないの、というのが現状だと、感じられます。ここでインディペンデントキュレーターというまさにいわば、まあ、フリーランスのキュレーターというような感じになるわけですけれども、という言葉が出てきてふと思ったんですが、まあ、先ほどアート業界のプレイヤーというお話をさせていただきましたが、まあ、私は、ギャラリストという立場、彼女はキュレーターという立場、そしていろんな、立場の、プレイヤーがいますが、
最近、まあ、そういったそれぞれのこう立場がどんどん線引きが、曖昧になってきているなというような声を、まあ、問題視する声を、よく聞きます。例えば、アートコレクターなんですけれども、実はディーリング、アートを生業にしてそれを仕事にしているという、コレクタースラッシュディーラーというような方も、お話を聞いたりすることもあります。まあ、そういうようなどん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 こうアート業界のプレイヤーの立場があやふやになっていくと、まあ、やっぱり次に予測されるのがそこで起こる、まあ、利益相反ということになるんですけれども、そのあたりに関して、まあ、まさにインディペンデントキュレーター、いろんなところで働ける立場にいるアマンダはどういうふうに考えていますか？ So if I understand correctly, you're asking if there, as a curator, if there are instances where there's conflict of interest. I think that for a field that is very specialized, whether you're an advisor or a curator, it is very often that you might approach a situation where there is conflict of interest. まあ、クリエーターは、まあ、アートの世界でお仕事をする上で、まあ、そのやりたい、その自分がやりたい目的から離れてしまうということも、ありまして、やはり、クリエーターの世界でも利益相反という、事件が起こってしまったことも、あるそうです。This has been especially discussed as of recent. In the art news, there have been very publicstories about curators who have had very public conflict of interest, such as Beatrix Ruff, who resigned from the Schiedelijk Museum, and also the curator Helen Molesworth, who was fired by Philip Vernier from the Museum of Contemporary Art in Los Angeles. ここ最近のそういった例ですと、キュレーターのビエトリックス・ラフという方が、スラドレック美術館から、辞任を、表明したりとか、あとキュレーターのヘレン・モルザートという方が、ロサンゼルスの近代美術館から解雇になってしまうといったようなスキャンダルも発覚してきています。 I think it's a problem that as a curator gains in reputation and power, those instances becomeMore difficult. 本当にキュレーターというのはいわば、アート業界において中立的な立場にいるべき存在であるんですが、先ほど、まあ、本当に有名な美術館ですね、ロサンゼルスの近代美術館のキュレーターだったり、同じく有名なストレリック美術館のキュレーターが次々とそういった、まあ、権力もしくはそこに絡まるお金というところの問題を、きっかけにして、まあ、辞意表明もしくは解雇されているというところから、だんだんとその中立的な立場にいることが難しくなってきているのではないでしょうか。 Yes, as a curator, my role is to think about the art, not necessarily about the value of the art or the material valueMy role is to think about the ideas. キュレーターとしての役目、まあ、特に彼女は、キュレーションすることにあたり、実際に、重要視しているのはアートの作品自体であり、そのアートが 誰の手に渡るとか、どういった値段がつけられるかということに関しては、あまり関与しないとおっしゃっています。I just want to add one more comment. I think, there is a harmony in the industry, however.I might be a curator, but I work often with galleries who sell work, and I'm in dialogue with advisors who are advising. I'm speaking with museum curators, and I'm regularly in dialogue with collectors. So it's not necessarily a competition or a bad thing, but it's a real harmony throughout the industry amongst all these different roles.まあ、キュレーター、インディペンデントキュレーターとして彼女はそのアドバイザーともやり取りがありますし、ギャラリーともミュージアムとも美術館ともやり取りがありますが、まあ各、その役割という、役割分担が果たされている中で、その一人一人がその役目を果たすということが重要になってくるのではないでしょうかということをおっしゃっています。 I just have to chime in. I can't forget artists who are the most important figureIn the industry. We wouldn't be here without the artists. ま
今出てきたようにやはりこのいろんな、プレイヤーが業界に増えてきている昨今なので、まあ、そこで、まあ、ちょっとその線引きというところのお話を出しましたが、もちろんそれぞれが果たすべき役割を果たすということも重要なんですが、今回、まあ、キュレーターとギャラリーがコラボレーションをするようにお互いがこううまくコラボレーションをして、まあ、ハーモニーを作り上げていくというところが大事なんじゃないかというふうにアマンダは話しています。まあ、そしてちょっと私たちも話していなかったかもしれないんですが、まあ、何よりそのプレイヤーの中で一番大事なのはそのアートを作り出してくれているアーティストだと思います。ちょっとここで、そろそろ日本のアート業界、まあ、日本のアートが今どういうふうになっているのかというところを話を移していきたいと思うんですが、今日まさに皆さん、ここの6階に上がってきていただく間に赤と青のストライプの巨大な作品を見ながら、上がってきていただいていたかと思います。まあ、この銀座6昨年オープンしまして、まあ、ビルとしてもアートにとても力を入れているビルになります。皆さん記憶に新しいかと思いますが、昨年オープン時は草間彌生さんの、まあ、空に浮かぶかぼちゃがすごく話題を呼びました。そして実は数ヶ月前にそのかぼちゃから今私がお話ししたストライプの旗の作品に変わったんですね。ちょっとお尋ねしたいんですが、この今飾られているストライプの赤と青の作品、どなたが作ったか、アーティストの名前ご存知の方いらっしゃいますでしょうか。ぐらいですね。That's how many people know Daniel Durand. Exactly. ちなみにダニエル・デュランというフランス人のアーティストの作品になります。Well, that's wonderful that you know him, but I have to say that if we were to ask that question in the West, every hand would go up. He's one of the most recognizable figures in, I guess, South America, North America, and Europe. Hi.ダニエル・ビュランという作家さんなんですけれども、まあ、日本でいうと草間彌生さんぐらいとても有名な作家さんで、まあ、これだけ日本で知られていないというのはとてもびっくりすることだったとおっしゃっています。ということはやはりちょっと、まあ、日本のアート業界何かが足りてない、もしくは情報が行き届いていないのかなと思うんですが、ここで少しそれについて、まあ、アマンダがここ数日日本で過ごしてみて、ギャラリーだけじゃなく美術館だったり、まあ、いろいろなアートメディアの方ともお話をさせていただく中で感じたことをちょっと話していただきたいと思います。 OKSo it's very easy for me to look at Tokyo and compare it to New York, where I live. And many New Yorkers think that New York is the center of the art world, which isn't necessarily true. まあ、ニューヨークはよくその、一番アートが盛んな都市だと言われていますが、まあ、そうではないんですけれども、ギャラリーの数がやっぱりとても多いということが挙げられると思います。But there are definitely much more opportunities to view art and to talk about art and to be part of a community of people interested in art in New York. How many galleries are there in New York? So in New York there are over 1,000 galleries. まあ、ニューヨークには、マンハッタンだけでも1000以上のギャラリーが存在するということです。And I'm here in Tokyo and I only know of a few.でまあ、実際来日してから滞在中にギャラリーの人から足を運ぶということで、まあ、とても、少ない他の国でニューヨークに比べるととてもギャラリーの数が少ないと思っています。日本、まあ、東京ですね、に限ってお話をさせていただいても、東京は、マンハッタンに比べると約10倍のサイズを誇る、都市です。で、その中で、まあ、今言われていると、約200強のギャラリーがあると言われています。ということは、まあ、ニューヨークに約1000ぐらいギャラリーがある。でまあ、それよりも、非常に大きい都市でこれだけしか、ギャラリーがないというのがまさに彼女が今話していたような、まあ、アートを見る機会がそもそも日本では少ないんじゃないかということなんですね。So there are much less here, which I think that's one big difference. In New York, you know, it's something that any day you can go and discover a new gallery, so there are morePoints of opportunity to view art, especially by international artists,
So that's why I'm very thankful for this opportunity to bring artists, 12 different artists from outside of Japan to the club. ギャラリーが数が少ないということは、他の海外の作家さんを見ることが少ないということですが、今回のようにザ・クラブがどうして大事なのかというと、海外では名前が上がって人気のある作家さんを国際的なプログラムで展示していくという場を作っているからだと思います。ここで少し日本のアート業界の、これからどういうふうに進めていったらいいのかなというような、疑問の投げかけが来てきたところで、じゃあ具体的に、ニューヨークという、アートが本当に盛んな場所で、キュレーターとして活動をしているアマンダから見て、どういうことをしていったら日本のアート業界はより良くなっていくのか、ちょっと聞いてみたいと思います。I think that there are so many ways to become more involved in art. First of all, you have to decide to go out and see it. So all of you made it here today, which is wonderful, because there's the exhibition at the club, and we're also going to watch a film screening.まずはじめにアートを皆さんがもっとこう見に出かけていっていただくということが大事だと思います、この銀座の中で、こうお買い物をするついでに見られるようなこのザ・クラブといったギャラリーで、アートを見ること、そしての今日これから行わせていただくようなアートフィルムといったアートに関連するようなイベントに積極的に参加してもらうことが大事なんじゃないか。I think it's important to also go out and see museums. For example, there's the Gordon Matta Clark exhibition at the Museum of Modern Art in Tokyo right now, which I encourage you all to see. そして、ギャラリーのような、アートを理解する場所だけではなくて、美術館にも足を運んでいただくということが大事だと思います。今まさに、これから見ていただくゴードン・マタ・クラークの、個展が、近代美術館で開催されていますが、これはまだオープン間もないんですけれども、日本国内だけではなく、海外からも非常に注目を集めた、企画展です。これを日本で見られるというのはすごく素晴らしいことじゃないかと彼女は話しています。And aside from museums, there are of course art galleries. So there are art galleries in Tokyo, and there's a good number of them. And what's great about galleries is that they're free. So you can go at any time. There's exhibitions every month, and it's always changing.そして、アートギャラリーですね、これは美術館と比べると、ただで入れるっていうところが、特色です。そして日本には、現代美術だけじゃなくていろいろな分野のアートギャラリーがあります。なのでやはり、そしてまた、アートギャラリーは美術館の展覧会が、数ヶ月に1回のペースで展示会をしていますが、アートギャラリーでは、もう少し短いスパンで、そしてより多くの、作品を見られる機会を提供しています。なので美術館と同じようにアートギャラリーに気軽に足を運んでいただくというのが大事なんじゃないでしょうか。Yes, and I recommend when you go to a gallery to try to go regularly. Every month there's an opening reception where you can often meet the artists, and there's usually free drinks. アートギャラリーの、オープニングに出かけていただくというのも一つ面白いことだと思います。オープニングには今回はアマンダ・シュミットキュレーターが、参加をしていますが、いろいろなギャラリーさんのオープニングにはそこで個展を開催している作家が参加することが多く見られます。ということは、その皆さんが見ているアートを作り出すアーティスト、その人ものに、触れること、そして会話をすることができるんですね。そして、大体の、ギャラリーが、フリーで、スパークリングワインだったりシャンパンをサーブしているので、アートを見るだけじゃなくて、ただ皆さん友達と楽しみに行くっていう意味でも面白いと思います。And I just want to say one last thing.One reason why I love the name of your gallery, The Club, is because it sort of references the idea of belonging somewhere or becoming a member. And what's so wonderful about going to a gallery and specifically to the opening receptions is that you start to talk with other people. And I think that art should really pose questions
you shouldn't look at art and understand it right away. It should make you pose questions. And so when you go to the openings and when you go and you speak to the gallerist or the artist, you have someone to talk about the art with. And I think it's a continuous dialogue. Community, yes. And that's one thing that I really do have in New York, which is quite special.そして先ほどオープニングで見かけてみてはいかがでしょうかということをお話ししたんですが、やはり、一番こう面白い、それこそが面白みじゃないかというふうに彼女が話しているのが、オープニングに出かけてアートを見る、それはもちろんなんですが、そこに同じく来ている人たち と、話をすること、それがとても大事だと思うと。で、それによって、コミュニティが作られていく。そうするとこうどんどん、皆さんがこうアートの話をしたいときに誰と話そう、そしてアートを見るだけじゃなくてアートを通じて新しい自分たちのお友達だったり人脈コミュニティを作っていく。それが、今まさにニューヨーク彼女の周りではあること、そしてこれから日本でどんどんと進んでいってほしいことですというふうに彼女は話しています。で、ちょっと今彼女が話したところで、付け加えさせていただくんですけれども、その今ちょっと彼女が、ザ・クラブという名前が好きですということを言ってくれたんですが、ザ・クラブというのは、何々ギャラリーというふうにしていません。でこれは、やはり、ギャラリーというのがただアートを見に来ていただく、もちろんそれでもいいんですけれども、それだけじゃなくてアートを通して、クラブという、コミュニティを作っていきたいということを、願いに込めて作成させていただいています。 Yes, I feel like I'm a member of the clubそして今アマンダも今回キュレーションをしたことでザ・クラブの一員なんですけれども、そして皆さん今日、日曜日午後に暑い中こうやっていらしていただいている皆さんも、すでにザ・クラブの一員ということで、これからまたどんどんギャラリーに足を運んでいただき、たくさんのアートを楽しんでいっていただけたらと思います。ちょっと最後に、アマンダからメッセージを。Just thank you so much for coming. I know that we're going to listen to a film critic now and watch a film screening. Let us speak to you, ask questions. I'll be available after the screening too to answer any questions you might have. Thank you so much for coming. And thank you for translating.アマンダさん、今回ここにいてお話をすることができてとても嬉しいとおっしゃっていますが、その先ほどアマンダさんが言ったように話すこと、聞くことっていうのがどれだけ重要かということで、このイベントの後もアマンダさんいらっしゃいますので、ぜひ何か皆さん質問があったりしたら、直接話しに行ってみてくださいということでした。